カイザーなんてねえよ。というわけで、はい、嘘です。カイザーなんていません。ボツデータ、ボツイベント、全部嘘っぱち。4月バカ万歳、めちゃくちゃなこと言ってたから、わかる人にはバレてたと思うけど、真実を混ぜるのがうまい嘘のつき方って偉い人が言っていたので、前の動画では本当のことも混ぜて解説してみました。皆さんはどこまでが嘘か見抜けたでしょうか。まあ大体は嘘だけどな。というわけで後半戦、何が嘘で何が真実か、本当の本当に再現する方法の解説の2本立てです。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、冒頭にチートか改造か任意コード実行かの質問がありましたが、これは純度 100%、まごうことなき任意コード実行でございます。私が作成したイベントではないとか言いましたが、それは真っ赤な嘘で、がっつり任意コード実行で組んでます。ボツイベントなど全く持って見つけておりません。ロムバンクの下りは？あれは本当ね。ちゃんと初代ポケモンのロムは 512KB で、バンクも全部で32個あるわ、安心してください。バンクの端にボツデータがあるかもしれないってやつは？それは嘘、とも言い切れないかな。え、そうなの？と言ってもあんまり期待はできないわ。ちょっと確認したところ、割とぴったり収めているバンクが多くて、ボツデータなんか入りそうにないぐらいパンパンな感じだったわね。加えてそのほとんどが本編でも使われているようなプログラムやデータばかりだったわ。バンク級のモンジャラのグラフィックの後ろが大きく空いているっていうのは本当なんだけど、その隙間には戦闘に関するプログラムが置かれていて、カイザーの入る隙間なんてものはありません。もしやと思って他の4つのバンクも調べてみたら、他のやつも全部戦闘系のプログラムが置かれていたのよね。多分だけど、バンクにそれぞれ内部番号順にグラフィックを詰めた後、隙間ができるから、その隙間にちょうどよく入るデータサイズのプログラムを後から埋めていったんだと思うわ。だから最後までプログラムたっぷり、うまいこと全部埋まってるんで驚いたわ。へえ、ちゃんとそういう隙間も利用してるんだな。そんだけ容量カツカツだったってことか。ゲームフリークの技術が光る良い一品でした。そしてさっき言った通り、カイザーの入る隙間などなく、少なくともモンジャラの下にはボツグラフィックは存在していないと思われます。ちなみに圧縮の話は本当で、確かに圧縮の方法は6種類あって、その中の一番効率よく圧縮できる方法でポケモンのグラフィックは圧縮されているようです。で、モンジャラと一緒に解凍したとか言ったけど、これは実際にはできないと思う。なぜなら、1バイト、というか1ビット違うだけで、大幅にグラフィックに影響があるからね。リンク先の海外の方が挙げられている動画を見てきた人はわかると思うけど、圧縮の方法は結構癖があって、少し複雑な計算がされてるのよね。ビット単位での計算がされているし、そもそもデータの先頭にどの方法で解凍するかの情報があって、それがないだけで解凍なんかできないわけだしね。じゃあカイザーの尻尾だけ解凍なんてできないわけか。そうね、まあ解凍の方法は後で直せるかもしれないけど、問題なのはデータサイズでね。解凍のイメージとしては、レイヤーが2枚あって、それを1枚ずつ解凍して、最後にそれを重ね合わせるって感じなのよ。圧縮されたデータの上半分はレイヤー1で、下がレイヤー2って構成になってて、レイヤー1の解凍が終わった後、レイヤー2の解凍に移るって感じになってます。例えば仮にカイザーのグラフィックデータの下半分だけ残っていたとするなら、レイヤー2のデータしか残ってなくて、それだけじゃ解凍ができません。というかそもそも解凍は長方形か正方形にしか対応してないので、中途半端に残っていても解凍できないはずね。カイザーのグラフィックの一部が内部に存在していたとしても、少なくとも私は綺麗に解凍できる知識と技術を持ち合わせておりません。じゃあ丸々グラフィックが残っていたらというと、そんなものがあったらとっくの昔に誰かがすでに見つけていると思う。確かにそこまで完全なデータが残ってるなら、海外の人がすぐに見つけてそうだもんな。そうね。さすがにここまで見つけられていないってものはもうないかも。ちょっと残念だな。というわけでグラフィック関連の話はほとんど嘘。そんなに単純な話じゃないのよね。そんで、カイザーの名前データの暗号化についてですが、これはもうめちゃくちゃ、あまりにも適当な嘘です。カイザーの名前を表示しても許されそうな言い訳を考えた末の結果ですが、今考えたらひどい内容です。百歩譲って暗号化はいいとしても、Sラムに保存しておく意味が全くもってわかりません。まあ不自然だよな、いきなり Sラムなんて。我ながら妙案を思いついたものです。で、システム系文字の話をしたけど、これは本当にあるもので、実際に戦闘でもよく使われる文字です。データ量削減の観点からしても、これは割と理にかなっているかもしれないわ。ほーん。あと、イベントデータが今まで見つかってないのはグラフィックデータに紛れてるからとか聞いたけど、まあイベントデータが存在していない時点でこれは間違いなく嘘です。そもそもゲームボーイのプログラムは定型言語なので、データとプログラムの差異がないのです。だから作りが大きく違うってのも嘘だし、実際にポケモンの中で動いてるプログラムにも、データに紛れているものなんてたくさんあるけど、見つけにくいってことはないので、もう根本からおかしいです。
っていうか任意コード実行ができるのも、データとプログラムとの境がないからだったよな。ポケモンのニックネームのデータをプログラムとして呼んでるわけだし。この嘘には違和感を覚えた人も多いはず。そして強制捕獲イベントフラグですが、そんなものはありません。動画内で紹介した CD66 と D6AF はどちらも NPC の歩行アニメーションに関わるアドレスで、戦闘には全く関係がないわ。最初はカイザーに自動回復をつけるつもりがなかったんだけど、後で話すステータス関連でいろいろうまくいかなかったんで結局こうなりました。副産物ってやつだな。そうね。で、なんで化石型欠番をカイザーに使ったんだ？化石型欠番の一番の特徴といえば、ステータスコピーよね。化石型欠番はステータスの書き込みがスキップされるから、個別のステータスを持っていないんだよな。だから前に使われているデータをそのまま使い回しているんだっけ。そうそう、その特徴を使いたかったってわけ。他の一般欠番じゃダメだったのか？グラフィックは一般欠番でも書き換えが可能だけど、タイプとかのステータスがうまくいかないのよね。と言いますのも、今回の任意コード実行では、例によって V ブランクの割り込みを利用して欠番のステータスをカイザーのステータスに書き換えているんだけど、V ブランク？詳細は省くけど、H ラムという領域をうまいこと書き換えておくと、V ブランクというタイミングが来るたびに任意コード実行ができるようになるの。つまり、ずっと仲良しバッティを叩き続けているのと同じ状況ができるようになるってこと。具体的に何ができるんだ？例えば自転車のフラグを V ブランク実行を使ってずっと立てておけば、室内で倍速移動ができるようになるとか。へぇ。で、その V ブランクを利用してカイザーのステータスを書き込んでいるわけなんだけど、この V ブランクも万能ではないので、弱点があるのね。まあ弱点というか、使用上どうしようもない点ではあるんだけど、V ブランクでは書き換えが間に合わないってことが結構あるの。正規ポケモンのステータス表示の処理の順番としては、ポケモンの内部番号を特定のメモリに保存。保存された値をもとにポケモンのステータスを書き出し、HP 等実通値、タイプ等の表示、ステータスをもとにグラフィックの回答、表示、って感じで動いてて、今回の場合、ここでカイザーのステータスに書き換えたいんだけど、ステータスを書き込んでからは高速で HP 表示、タイプ表示までするので、V ブランクが入り込む隙がないんだよね。だから一般欠番だとカイザーのタイプがうまく表示されないの。余談だけど、チートで固定してもうまくいかなかったから、チートももしかしたら V ブランクのタイミングで実行しているのかもしれないわ。一個前のここで書き換えればいいんじゃないか？そこで書き換えても、すぐに正しいポケモンのステータスで上書きされちゃうから意味がないのよね。ああそうか。その点化石型欠番なら、ポケモンのステータスの書き出しをスキップしてくれているから、ここであらかじめ書き換えておいても上書きが起こらず、そのままステータスを読んでくれるわ。グラフィックはどうなんだ？化石型欠番はグラフィックだけは用意しているんじゃなかったっけ？グラフィックの回答を行うまでには V ブランクが入るみたいだから、それはどのポケモンでも大丈夫みたい。無論、化石型欠番もね、グラフィックだけ表示させたいだけなら化石型欠番じゃなくてもよかったってことだな。そうね。それとグラフィックの話ついでにもう一つ、動画内で幽霊のグラフィックがハゲる話をしたわよね。戦闘前だけ幽霊グラフィックの分岐が入るってやつだな。そうそう、あれの仕組みは本当なんだけど、カイザーイベントで同じ仕組みを使っているというのは嘘です。カイザーイベントはさっきの V ブランクを使う方法で、無理やりグラフィックの位置を常時書き換えてるって感じ。ステータスの書き換えと同時にそれもやっているわ。だからカイザーがハゲちゃう原因に分岐は関係なくてね。どうやらこれも V ブランクの入る隙がないから起こってしまうみたい。戦闘前ならうまく割り込めるんだけど、戦闘中にステータス見て自分のポケモンのグラフィックから、相手ポケモンのグラフィックに書き換える時の処理は、間隔が短すぎて割り込めないみたいね。ふーん、それぞれ別の要因でハゲてたんだ。最初は幽霊の方も処理が間に合ってなくて怒ってるのかと思ってたけど、やっぱちゃんと調べないとダメだね。で、これはさすがの V ブランクくんでも間に合わないので諦めて、もうそういう仕様にしちゃおうってことで、マサキの家以外ではカイザーのステータス書き換えが行われないようにしてます。そうすればポケモンタワーの仕組みを有用してるって言い訳に使えるからね。そういうことだったのか。で、動画内でも言った通り、欠番のグラフィックはステータスを確認する画面では、本来は分岐によって書かれないようになってるんだけど、これも V ブランクでご利用し、動画ではマップスクリプトでなんとかしていると言ってましたがこれは嘘です。確かにマップスクリプトも常時実行されますが、メニューを開いている時など、フィールドにいない時は実行されないので、それはできないです。てかマップスクリプトって何なの？マップごとに用意されているプログラムみたいな。例えば関所で呼び止められるとか、NPC がこちらに近づいてくるとか、そのマップに必要な処理をこれで実行しているわ。基本的にマップ一つに対して、何種類かマップスクリプトが用意されているので、NPC が近づいてくるときは1番のスクリプトを使う、戦闘が始まったら2番のスクリプトを使う、みたいな感じで実行されています。FIFS 法はこのマップスクリプトの実行の仕組みを応用したものだったわね。
メニューが開いていたり、メッセージボックスが出ている最中はマップスクリプトは実行されないので、ステータスをマップスクリプトで改ざんすることは不可能ってわけね。ああ、フィフス法のやつか。もちろんカイザーイベントでマサキを動かす際は、このマップスクリプトを使っています。マップスクリプト関連のサブルーチンがすごく組みやすいようにまとめられているので、結構すんなり動きました。さすがはゲームフリークだな。中を見れば見るほどゲームフリークの凄みが身に染みてわかるんだよね。なおセレクトだな。で、ステータスに関して、できるだけ強そうな感じにしました。本当に僕の考えた最強のカイザーだったんだな。まあちょっと盛りすぎたかもだけど、ボツデータだからそんぐらい許されるかなとか思って、気づいたらミュウツーより強くなっちゃった。で、このステータスなんですけど、設定はしてるんですが、実は一部しか反映されていません。具体的には初期技とグラフィックと技マシン以外はちゃんと反映されていません。あと捕獲率ともらえる経験値と経験値タイプは反映されてるかも。なぜ反映されないのかというと、さっきの V ブランクの処理が間に合っていないからね。なので仕方なく実通値をそのまま直接書き込んでます。具体的な数値はこんな感じで、毎度この数値固定で出てきます。数値は適当に決めたわけではなく、ポケモン内の実際に使われているルーチンで種族値と個体値から計算しています。設定した個体値は確か、忘れました。適当じゃん。そこでなんですが、ステータスの書き込みがうまく行われないので、直接実通値の書き込みをしないと、カイザーの初期 HP が2980円の種族値と、欠番のレベルと個体値から計算されて低めに出てきちゃう影響で、最初から HP が半分ぐらいで戦闘が始まることに、化石型欠番の効果が裏目に出たってことだな。そうね。だから後からこの初期 HP も書き換えないといけなくなったんですが、これを例の V ブランク書き換えでやると、常時 HP がマックスになるので、死なないカイザーが出来上がってしまうというわけですね。まあ直すこともできたんですけど、面白いのでそのままにして、じゃあいっそ強制捕獲イベントにしちゃおうってことで、マサキのセリフも後から変更しときました。これが強制捕獲イベントの真相です。ちゃんと辻褄が合うように作ってて偉いね。えへへ。で、グラフィックは頑張って書きました。誰かにお願いしようと思ったけど、ここは自作にこだわって低予算で済ませました。クオリティに関しては何も言わないでください。ちゃんとグラフィックも書けて偉いね。えへへ。圧縮もしてるので地味に反転モードにも対応してます。ちゃんと圧縮できて偉いね。えへへ。そして、動画内で使われていたコードについて、あれは嘘です。知ってた。本編で立てられないフラグなんて見つけてないし、殿堂入りデータも一切いじってません。当たり前だけど、あのコードを実行してもカイザーイベントが起こることはないわ。知ってる。でも赤緑後期のみ対応なのは本当です。初期版、青版、ピカ版で実行すると最悪ファイルのデータが壊れるのでやめてください。なお赤緑後期なら無害なプログラムなので実行しちゃった人も安心してね。ちなみにマサキのイベントを進めておかないとカイザーイベントが発生しないのも本当。これはマサキ宅の NPC とかイベント関連のフラグを立てたり折ったりするのをコードで実行するのが面倒くさくて、まあ手動でもいっかってことでそんな風にしました。手抜きか。実際コード書くよりマサキと話した方が早いからね。それと必要なものとしてレベル70以上の海流とリザードンを挙げましたが、これももちろん必要ありません。っていうかなんで原作通りレベル80じゃないんだ。あと HP1 値もなくしてるけど。なんとなくリアル感を出すためかな。ギリゲーフリが設定しててもおかしくない難易度を目指したつもりです。実際には分岐とか何も用意してないので、ポケモンが1匹以上手持ちにいればイベントを起こせます。まあレベルと HP 揃えるって結構難しいしな。というわけで実際に必要なものは仲良しバッジでのニックネーム実行環境のみ。なんてお手軽なんでしょう。というわけでそろそろ本当の本当に再現する方法を紹介したいのですが、動画で説明すると長くなるので、わざっぷに投稿しました。先に言っておくとバイナリエディタは必須ですので、やりたい人は導入しておいてください。で、あまりにも大きいデータを扱うので、がっつり S ラムを直接書き換えることになります。詳しくはわざっぷの方で説明してますが、これを再現する場合、ボックス5から8のポケモンやプログラムは無事では済まないので、覚悟がある方のみ自己責任で行ってください。え？未使用領域を使えって？そんなの知らねえぜ。壊していいのは壊される覚悟があるやつだけだ。それと何度も言う通り、初期版、青版、ピカ版では実行できません。加えて今回は VC でも不可です。VC でできないのは珍しいな。VC だと S ラムに書いたプログラムを実行させることはできないのよね。よくわからないけど、S ラムにプログラムカウンタが飛ぶと即リターンされるっぽいね。第2世代でも同じ仕様って聞いたわ。おう。というわけで、コードを入力して、みんなでカイザーを捕まえよう。カイザーなんていねえよ。しかし、今年の目標がまだ残っててよかったな。あ、それに関してなんですが、実はボツデータと言えるほど大層なものではないんですけど、コードを書いている途中でちょっと面白いものを見つけまして、
まさきの家のマップスクリプトは5つ用意されているんですけど、5つ目のマップスクリプトの1つ後ろのものに興味深いものがあってだね。百聞は一見にしかずということで見ていただきましょう。まさきの家に入り、まさきの家のマップスクリプト番号をいじくります。まさき宅のマップスクリプト番号は D5E0 に保存されていて、その最大値は4です。一つ足した5を D5E0 に入れてみます。すると、パソコンが起動するのか。普通にまさきのパソコンとして使うことができます。自分のとか大木戸のパソコンとは繋げられないんだな。まさきのパソコン専用みたいね。スイッチオン、というのはパソコン起動時の有名な没テキストなんですが、なぜかこれがまさきの家で発動するように設定されているんですよね。他のスクリプトの近くにちゃんとテーブルで指定されて置かれていたので、偶然ではないはず。つまり、スイッチオン、っていうのは、まさきの家の没テキストだったってことか？それはちょっと微妙かな。このテキストはシステム系文字と同じように汎用性が高くなるように、それ専用のコマンドが用意されていてね。まあ要はどこのパソコンでもこのテキストが表示されててもおかしくないぐらいには、使いやすくできてるって感じかな。まさきの家専用にしては特別扱いされすぎてるってことか。そんな感じね。で、もしかしたら最初はまさきの家の転送マシンは、実は普通のパソコンとしても使える設定だったんじゃないかなと思って、確かにありそうな話だな。そもそもまさきのパソコンなのに本家で起動できない方がおかしい気もするぜ。それもそうね。まあ自分ではそれぐらいしか思いつかないので、何か知っている人や、これについて言及されているサイトや動画があったら教えてください。というわけでボツマップスクリプトの話でした。皆様、日本に渡り長時間のご視聴お疲れ様でした。エイプリルフールなので張り切って豪華特番にしてみました。長ったらしくて申し訳ないぜ。今回のイベント作成で割と苦労した点はカイザーのグラフィックです。ドット絵って画素が低い分、1ドット違うだけでだいぶ印象が変わっちゃって結構苦労しました。特に顔の部分は何回も直しながら描きました。あれでも頑張った方なんですよ。そう考えるとドッターってすごいんだなって。改めて初代ポケモンのグラフィックのクオリティの高さに驚かされたわ。やっぱり絵を仕事にしている人の絵は一味違うぜ。次からはちゃんとドット絵も勉強してきます。で、結局はザップはガセネタしか載ってないってことでいいか？いや、もしかしたら投稿者兄貴が1からカイザーイベントを自作していた可能性も否めないので、一概にガセとは言い切れないわよ。まあありえなくはないか。それに、初代ポケモンに関してはガセネタなんてものは存在しないわ。ないなら作ればいいだけの話だからね。ガセネタを再現するのがゲームの醍醐味だからな。というわけで、みんなで初代ポケモンのガセネタを実現させて遊ぼう、のコーナーでした。さて、ここからは自分語りを始めるので、聞きたくないって人はここで切っていただいても大丈夫です。長時間のご視聴ありがとうございました。お疲れ様だぜ。では改めて、皆さんお久しぶりです。アイスです。去年の4月頃に失踪したので、だいたい1年ぶりぐらいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか？私はすこぶる元気です。こんなに長い間何をしていたかというと、ズバリ大学受験です。たったの1年でしたが、ポケモンのない時間は辛く、頭の中が青になる思いでした。受験勉強中でも構わずポケモンのことが頭をよぎるよぎる。ポケモンスカーレットバイオレットの発売を羨んでは足し算を解き、RTA の記録更新を羨んでは引き算を解き、ボッチザロックの放送を羨んでは掛け算を解き、自分の中では長い長い期間でした。お前四則演算しかしてないのか。いえ、割り算も解きました。受験当日は手が震えるほど緊張しましたが、無事に試験、面接を終えることができました。試験後1週間ぐらい合格発表まで期間があるのですが、その期間中は口からアガを出してしまいました。人生で一番長い1週間だった。そして結果はありがたいことに合格。嬉しさのあまり、そりゃあもう踊り狂いましたよ。本当に嬉しかった。私は公募で12月の終わり頃に合格が決まりましたが、一般で受ける人は本当にすごい。国公立大学を受ける友達と一緒に勉強していたのですが、彼は最終的に下ネタしか語彙がなくなるぐらいには衰弱していました。意味のわからないことを延々と喋りかけてくるんで怖かった。受験は人をどうにかさせるぜ。とにかく、すべての受験生と自分にお疲れ様と言いたい。しかし勉強してる時ほど他のことがはかどるもので、この動画のアイデアも去年の今頃に思いついて、1年ぐらいずっと叶えたかった夢がようやく形になったわけです。今思えばどんな嘘ついたら信じてくれるかなとか考えながら勉強してました。そうでもしないとポケモン不足で死に至る可能性があるので、これ以外にもこの1年間ずっとやりたかったネタをたくさん温めてあります。解説したいこととか、コードのネタとか、この先しばらくはネタがつきそうにないので、今後の動画をお楽しみに。それからアリスさんについてです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、今アリスさんは無期限のお休みに入られております。一時期はワンダーランドシーカーも非公開になっていましたが、
今は普通に閲覧ができますので、まずはご安心ください。そんなわけでワンダーランドシーカーをウェブアーカイブで保存する必要はないよとアリスさんから伝言を預かったので、もしすでに保存したものを公開されている方がいましたら、そっと非公開にしておいてくださいね。今後しばらくの間はワンダーランドシーカーが閉鎖されることはないと思われるので、心配しなくても大丈夫です。あと鬼ドリル縛りプレイの記事をみんなでもっと読みましょう。最後になりますが、今日という日まで自分の動画を待ち続けてくださった視聴者の皆さんに感謝を申し上げます。受験期間中、皆さんのコメントで産地を回復させ、モチベーションの支えにしていました。これからもくだらない動画を作りますが、良ければ見てやってください。というわけで、最後まで見てくれてありがとうございます。ここまでのお相手はアイスでした。高評価とチャンネル登録よろしくだぜ。